ウェルベージンノーラです。本日のウェブスターにアップする商品をご紹介いたします。サイズ、金額、状態のお問い合わせの方は、掲載後、ウェルベージンウェブスターの方によろしくお願いします。これから紹介する商品が7月の21日、夜の21時にアップされる商品になります。詳しくは下の概要欄に貼っているので、そちらチェックしてみてください。まずは、新商品ですね。こちら、半袖シャツからいきます。タグがこちらの方になっておりまして、サイズ表記が一番下ですね、L 表記となっております。コットンの解禁シャツですね。で、総柄パターンになっております。ちょっとね、ステッチ抜きはこちらに見受けられるコンディションではありますが、致命的なダメージ感はなさそうです。サイズも L 表記というところなんですけれど、僕が着用してちょうどいいサイズ感になるのかなと思います。こちらでお値段の方が9800円に消費税になります。続いてスウェット類ですね。こちらチャンピオンのこちらのスウェットになります。サイズが L 表記ですね。はい。そして白ボディにこちらがハーバードのシミコインプリント。ちょっと薄汚れが残っているようなコンディションではありますが、このショルダーのね、この仕様になっている珍しいタイプの作りの一点です。はい。サイズがこちらで L 表記っていうところなんですけど、僕が着用すると着丈は気持ち短く感じるかなと思います。こちらで9800円の消費税になります。続いてこちらラッセルですね。タグはこちらのタグでサイズ XXL の表記です。アメリカ製ボディのネイビーボディ、そしてラバープリントは3段で入っております。ちょっとね、チビタグの方もこちらに入っておりますね。はい。コンディションも良さそうですね。サイズも XXL。かなり大きめで、僕が着るとゆったりするようなサイズ感です。こちらでお値段9800円の消費税になります。続いてこちら、スウェットパーカーですね。タグはラルフローレン。こちらの方でサイズがミディアム表記です。フルジップの、ポニー付きですね。はい。そして、ちょっと変わっていて、生地がカノコの作りになっております。そしてエルボーなんかもついております。はい。サイズミディアム表記ですね。僕が着用すると、気持ちジャスト目ではありますが、ギリギリ切れるかなっていうぐらいのサイズ感だと思います。こちら9800円に消費税になります。続いてこちらのスウェットパーカー。タグの方はこちら、金ラッセルですね。サイズが L 表記になっております。グレーボディにこちらのプリントが入っております。はい。まあ、ちょっとしたね、使用感自体は見受けられたりするコンディションですけれども、致命的なものは全くございません。サイズも L 表記というところで、僕が着用すると、着丈がね、少し短く感じるかなと思います。こちらでお値段9800円に消費税になります。続いてこちらのスウェットパーカー。タグはこちら、LA ビンのものになっております。と、ラッセルのダブルネームですね。XL 表記になっておりまして、こちらが、ハーフボタンって言ったらいいんですかね。の作りになっております。フェード感がね、すごくいい雰囲気出てるかなっていう一点です。ちょっと、袖リブの入り口が少し擦れてるぐらいの印象です。はい。サイズが XL 表記、僕が着用するとかなりオーバーサイズで着れる、いい一点だと思います。こちらでお値段なんですけれども、9800円に消費税になります。続いてこちらのプリントパーカーです。タグはラッセルのこちらのタグでサイズ L 表記です。パープルボディですね。にこちらは発泡のようなプリントになっております。はい、パープルの色残りがパキッとしてですね、めちゃめちゃ程度いいです。サイズが L 表記になりまして、僕が着用していいバランスで着れるかなと思います。こちらお値段の方が9800円に消費税になります。続いてリバースウェーブに入っていきます。タグがこちらの方で90年代の L 表記になっております。はい。そしてグレーボディの目付きの1点ですね。はい。コンディションとしましても特にね、困るような点は見受けられないです。薄染みがちらっとあるぐらいですね。サイズ L 表記、僕が着用してちょうどいいバランスで切れるサイズ感。こちらで 15,800 円の消費税になります。続いてプリントものですね。タグが80年代、サイズが XL 表記です。はい。そして赤ボディにこちら USC とラバープリント入っておりまして、このフェードのね、雰囲気。めちゃめちゃいいですね。バックもフェードしております。はい。サイズも XL 表記。僕が着用してダボっとなるようなオーバーサイズの一点です。こちらでお値段の方なんですけれど、12,800 円の消費税になります。続いてこちらですね。タグの方が80年代の L 表記です。グレーボディにこちらラバープリント1段ですね。マイアミとこの擦れ具合。いいですね。はい。バックは何も入りません。サイズがこちらで L 表記。僕が着用してちょうどいいサイズ感になります。こちらで 12,800 円の消費税になります。続いてこちらですね。タグの方は90年代の L 表記になっております。グレーボディでこちら胸元にね、刺繍でデューク入っております。はい。こちらもコンディションめちゃめちゃ良さそうですね。はい。サイズがこちら L 表記。僕はちょうどいいサイズ感になります。12,800 円に消費税になります。続いてこちらですね。タグの方が80年代のミディアム表記になっております。グレーボディでリブラインのネイビーとのはい。こちらのはいっていうもので、プリントはラバーでこちら入っております。ちょっと薄汚れが少し残っているようなコンディションだったりはしますけれど、はい、ダメージはね、少ないのかなと思います。サイズミディアム表記になるので、僕だと結構ね、ピタピタのサイズ感にはなってしまいそうです。こちらで 15,800 円にご紹介いただきます。続いてこちらですね。タグの方が90年代のサイズ XL 表記になっております。はい、ネイビーボディでシカゴベアーズですね。はい、こちらプリントが入っております。コンディションもね、特に目立ったところは見受けられなくて、いいコンディションだと思います。サイズこちらで XL 表記。こちらお値段 15,800 円に消費税となります。続いてこちらですね。タグの方が90年代の XL 表記です。グレーボディにラバープリントが2段で入っております。はい、こちらに関しても、コンディションは特に言うことはないぐらいの、はい、いいグッドコンディションだと思います。こちらで XL 表記ですね。12,800 円に消費税となります。続いてこちらです。タグの方なんですけれど、90年代サイズがミディアム表記です。はい、グレーボディにこちらラバープリント3段ですね。ユニバーシティシカゴ入っております。こちらに関してもコンディションは特に問題になる点はなさそうです。サイズがミディアム表記。はい、こちらで 12,800 円に消費税になります。続いてパーカータイプ1点だけですけども紹介いたします。80年代の WXL の表記です。はい、白ボディにこちらラバープリントでウィスコンシンのバッキー君と入っております。ちょっとね、フードの入り口のこの擦れ具合だったりとか、このポケット周りでしょうか。この錆汚れだったりとかで、少しダメージ感があったりをするコンディションではあります。はい。バックのはこういった感じになっております。サイズ表記 WXL。着丈か、これに関してかなり長いです。はい。だいぶね、ビッグシルエットの1枚。こちらでお値段なんですけれども、はい。19,800 円に消費税になります。それで、ちょっと時期的にあれなんですけど、セーターを1枚ご紹介いたします。こちら、ラルフローレンのこちらのタグでサイズが XL 表記になっております。そして配合率、こちらの方に記載がありますね。そして、ツートーンのレタードカーディガンになっております。そして、ワッペンの方もこちらに貼られていてっていう仕様ですね。はい。サイズも XL 表記、かなりでかいです。袖もね、だいぶ長くて、だらーんとなるようなシルエットの1着です。こちらでお値段なんですけれども、9,800 円に消費税になります。続いて、ラルフローレンのジャケット類。こちらですね。タグはこちら。サイズが L 表記になっております。ネイビーボディですね。になっております。コットン、シェルはコットンのものかなと思う。コットンナイロンか。はい。状態もかなりいいですね。はい、サイズも L 表記というところですが、はい。めちゃめちゃ大きい作りになっております。こちらでお値段なんですけれども、15,800 円に消費税になります。続いてこちらもラルフローレンです。タグがこちらですね。サイズ表記がこちらミディアム表記になっております。スウェードのスイングトップですね。そしてネイビーポニーがこちら左胸に入っております。ブラウンのスウェードもめちゃくちゃ状態いいです、これ。はい。ちょっとボタンの掛けがね、少し見受けられるぐらいかなと思います。サイズもミディアム表記というところで、僕が着用して気持ちゆとりが出るぐらいのサイズ感だと思います。こちらでお値段 25,800 円に消費税になります。続いてこちら、パタゴニアのシェルジャケット。タグはこちらの方ですね。サイズ表記の方がこちらでミディアム表記となっております。はい、そしてプルオーバータイプの作りになっております。こちらの方もピスがついております。ちょっとしたね、汚れが少し残ってるぐらいのコンディションではありますが、全然まだまだ長く着用できるかなと思います。サイズミディアム表記です。僕が着用してもね、全然幅もたっぷりあって、いいシルエットになりそうな一点です。こちらでお値段の方が 9,800 円に消費税になります。続いてこちら、マウンテンパーカーですね。タグの方がこちらになっております。シエラデザインズですね。はい、サイズが L 表記になっております。はい。そして、こちらですね。ベージュとネイビーの切り替えの1着です。はい。コンディションも良さそうですね。はい。サイズがこちらで L 表記なんですけれども、僕が着用して、結構ね、やっぱ物が物なので、着丈は長めの作りになっております。こちらでお値段の方が 19,800 円に消費税になります。続いてこちらのジャケットになります。タグがこちらナイキのオレンジタグですね。サイズは L 表記になっております。ナイロンのプルオーバーのジャケットですね。はい。そしてこちら、ちょっと消えかかっていますが、ナイキのロゴも入っております。はい。コンディションとしましても、特にね、致命的なものはなさそうなコンディションですね。はい。サイズはこちらで L 表記というところですが、70年代。作りはね、ちょっと小さめの感じかなと思います。こちらでお値段の方なんですが、9,800 円に消費税になります。続いてこちらのナイロンのジャケットですね。タグがこちらになっていて、サイズが L 表記になっております。そしてネイビーボディですね。ジッパーの方がこちらのコーツ&クラークスかな。はい。ジップで、左胸にこちらですね。フロッキーダウン。フロッキーのプリントが入っております。珍しいですね。そしてコンディション的にもね、全然問題なく、はい、いいコンディションの一着かなと思います。サイズこちらで L 表記です。僕が着用すると着丈は気持ち短いとは思います。はい。こちらでお値段の方が9800円に小税になります。続いてこちらのジャケットですね。タグの方がこちら、チョークラインになっております。サイズが L 表記です。ブラックボディでこちら左胸にワッペンが貼られている仕様になっております。そしてリブも真っ黒。いいですね。着やすそうな一点です。サイズこちらで L 表記なんですけども、僕が着用してもね、気持ちゆとりを持って着れるぐらいのサイズ感あると思います。こちらでお値段の方なんですけれども、12800円に消費税になります。続いてこちらのジャケットです。タグの方がですね、ちょっとすいません。こちら LLB のこちらの筆記体のタグがついております。ちょっと型が外れちゃってはいますけれども、はい。そしてこちら、ダックのハンティングジャケットですね。はい、襟がコーデュロイな切り替えになっております。はい、サイズ表記ちょっと見受けられなかったんですけれども、こちらで、そうですね、S、M、L で言うと L 表記ぐらいの感覚かなと思います。はい。はい、僕が着てちょうどいいぐらいのサイズ感だと思います。こちらでお値段の方が15800円に消費税になります。続いてこちらのジャケットですね。ブラックデニムなんですけども、カルバンクライン、こちらのカルバンクラインジーンズかの方になっております。サイズが XL 表記。そして、こちら左胸の方にピースも残っております。ボタンの方にね、CK の刻印が入っておりますね。はい。そして、ブラックデニムの色の方にめちゃくちゃ濃いです。はい。バックにはこのパッチがね、ついている仕様の一点です。はい。そしてサイズ感もかなりでかいですね。僕が着て、はい。リバースのパーカーとかも全然余裕で挟めちゃうぐらいの大きいビッグシルエットのサイズ感です。こちらでお値段なんですけれども、12800円に消費税になります。それでもジャケット例になります。まずこちら、リーバイスの70505の、ちょっと異素材のものですね。こちらのタグでサイズが44の表記になっております。そして黒タブがついていて、こちらスモール E の1点ですね。はい。スタプレの生地感のものになっております。はい。コンディションとしましてもね、特にダメージ感、ひどい汚れなども見受けられなくていい状態だと思います。サイズが44表記っていうところですね。僕が着用しても、ね、ゆとりを持って着れるいいサイズ感だと思います。こちらでお値段なんですけれども、15800円に消費税になります。続いてこちら、ラングラムデニムジャケットですね。タグはこちらの方になっております。70年代頃でしょうか。サイズの方がこちらで46表記。いいですね。そして、リーバイスでいうサード70505の形に似ている仕様の一点です。はい。まだね、生地がゴワッとしてて、はい、状態いいですね。サイズも46表記。僕が着用してもね、全然ゆとり持って着れるぐらいの大きめのサイズ感です。こちらでお値段の方なんですけれども、19800円に消費税になります。続いてこちら、リーですね。こちらも70年代頃かなと思います。こちらのタグでサイズがラージレギュラーの表記になっております。いわゆるブッシュジャケットですね。はい。そしてピースもこちらに残っております。はい。色もまだまだ濃い状態。いいですね。サイズがラージレギュラーの表記です。僕が着用してゆとりを持って着れるぐらいの、はい、程よいサイズ感だと思います。こちらでお値段の方なんですけども、15800円に消費税になります。続いてリーバイスに入っていきます。こちら、ロットの方が70417。サイズが XL 表記です。内側にネル張りがされているものになるんですけども、この青黒のネル張り、珍しいですね。そして赤タブはスモール E になっております。そして、こちら4ポケの仕様になっております。はい。コンディションとしましても全然ダメージ感とかひどい、こうなんか、色ムラ、色落ちなどもなくて、かなり状態いいと思います。サイズも XL 表記です。僕が着用してもね、ゆったり着れるいいサイズ感です。こちらでお値段なんですけども、19800円に消費税になります。続いてこちらリーバイス70505ですね。パッチのこちらに残っていて、サイズ38の表記になっております。そして赤タブがこちら、スモールイメージ仕様ですね。で、こちらはインディゴ染めのされている66前期の上になります。はい。そしてバックの方もこういった形ですね。まあ、いい色で濃いです。サイズ38表記っていうところなので、僕だと T シャツ1枚でも結構ビタッとなるようなサイズ感かなと思います。こちらでお値段の方なんですけれども、29800円に消費税になります。続いてミリタリーアイテムに入っていきます。こちらユーティリティジャケットですね。タグの方がこちらになっておりまして、サイズ38の表記になっております。そしてジップはブラスに変わった年代の1点です。はい。そして、この仕様なんですけれども、コンディションがとにかくいいです。サイズ38レギュラーという表記なので、僕が着用するにはね、気持ち態度かなと思います。はい、こちらでお値段の方なんですけども、15800円に消費税になります。続いてこちらファティーグジャケットですね。タグの方がこちらになっておりまして、サイズミディアムレギュラーの表記になっております。リップストップの入るフォースタイプの1点ですね。もともと付いていたんでしょうけど、ワッペンなども剥がされているコンディションの1点です。はい。サイズがミディアムレギュラーの表記。僕が着用すると、はい、気持ちゆとりを持って着れる、いいサイズ感だと思います。こちらでお値段なんですけれども、15,800円の消費税になります。続いてもファティーグジャケットのフォースタイプ。タグがこちらでスモールレギュラーの表記になっております。はい、そしてこちらに関しては先ほどのものより一発色が濃い状態なので、その分程度がいいっていう印象ですね。ちょっと薄い汚れだけ少し残っちゃってます。はい、スモールレギュラーの表記というところもあるので、僕だと気持ちね、身幅のみ少しタイトかなと思います。こちらでお値段の方が 19,800 円に消費税になります。続いてこちらグリーンリーフのファティーグジャケット。タグがこちらでサイズがミディアムレギュラーの表記になっております。はい。いわゆるね、ユーズのコンディションではありますけれど、こちらに関してもね、特にダメージ感などなくいい状態かなと思います。サイズがミディアムレギュラーの表記です。こちらも僕が気持ちゆとりを持って着れるいいサイズ感です。こちらでお値段が 12,800 円に消費税になっています。続いてこちら CW36P ですね。タグの方がこちらになっておりまして、サイズがミディアム表記になっております。86年会計の1点になっておりますね。はい。そして、これに関してはかなりコンディションがいい1点となっております。ちょっと、ね、気持ち、腰リブ、袖リブが少し毛羽立ってるぐらいの印象です。ただ、ここはもうちょっと致し方ないところだと思います。サイズミディアム表記というところになるので、僕が着用するとちょっとタイトではありますが、ギリギリ着用できるサイズ感だと思います。こちらでお値段が 19,800 円に消費税になります。で、バックレイ、コーチバッグ紹介いたします。こちらになるんですけれども、はい、内側の方ですね。こちらの方にコーチのインジも入っております。はい。そして、状態としてもね、有造ですけど、致命的なものは一切ございません。そして僕が持ったとしてなんですけれども、これぐらいのサイズ感になる1点です。こちらでお値段が 9,800 円に消費税になります。続いてもコーチバッグ、こちらの白の方から紹介いたします。はい、内側の方にこちらのインジも入っております。はい。ちょっとね、薄い汚れがちらほらあったりはしますけれども、致命的なね、こう、使用に困るぐらいのものはないかなと思います。僕が持ったとして、これぐらいのサイズ感になる巾着型の1点ですね。はい。こちらでお値段の方なんですけど、9,800 円に消費税になります。続いて、バケツですね。はい。そして、内側のインジもこちらに入っております。はい。こちらに関しても特にね、目立った擦れ、傷などもないような、コンディションのいい一点だと思います。僕が持ったとして、これぐらいのサイズ感のバケツですね。こちらでお値段の方が 15,800 円に消費税になります。続いて、シューズを1点、サービスシューズですね。サイズ表記の方なんですけども、こちらで11の表記になっております。はい、ちょっと見えづらいとは思うんですけれども、こちら92年会計の1点になっております。コンディションとしましてですね、すり減りもそこまでは見受けられないです。ラバーのこちらのソールになっております。はい、こちらでお値段なんですけれども、12,800 円に消費税になります。続いてパンツ類ですね。まずミリタリーパンツからご紹介いたします。こちらの50年代頃でしょうかのチノパンですね。サイズ表記の方がこちらで、ウエスト30、レングスが33の表記かな。ちょっと、消えかかってはいますけども、こちらの1点になっております。ちょっとね、このポケットの入り口だったりとか、ベルトループがツートン仕様になっている、ちょっと変わった1点かなと思います。はい。実寸サイズ、こちらでインチがウエスト30インチ、レングスが32インチになっております。3032です。こちらで 15,800 円に消費税になります。続いてこちら M65 のパンツですね。サイズ表記はこちらでスモールショートの表記になっております。いいですね。はい。まあ、ユーズの1点ではありますけれども、全然ね、困るようなダメージ感はなさそうです。はい。こちら、実寸サイズ。ウエストが32インチ、レングスが25インチになっております。こちらおそらく上げられてる1本かなとは思います。ただ逆にね、このサイズ感絶対ないと思いますね。こちらで 19,800 円に消費税になります。続いてこちら M51 のパンツになります。内側のサイズ表記のようにちょっとね、もう読み取りは難しいです。すいません。そしてこちらもユーズのコンディションですけれども、致命的なものはなさそうです。このフェード感がね、すごくいい雰囲気に仕上がってる1点かなと思います。はい。実寸サイズ、こちらでウエスト34インチ、レングスが28インチ、3428のサイズ感になっております。いいですね。こちらで 25,800 円に消費税になります。続いてこちら、ファティーグのノンリップサードタイプのパンツですね。こちら内側のタグの方は確か欠損してたかな。はい。欠損している1点になります。はい、そしてこちらもね、ちょっとした小傷だったりとか、ちょっとしたね、薄い汚れが残ったりするようなコンディションの1点になるっていうぐらいですね。はい、実寸サイズがウエスト34インチ、レングスが31インチです。3431。すぐ下めて履くのも全然ありだと思います。19,800 円に消費税になります。続いてこちらコードレーパンツ、リーバイスのコードレーパンツですね。はい、ジッパータイプでこちらの YKK ジップが使われております。はい、こちらロットですね、パッチの方はないんですけれども、505の1本かなと思います。そして白タブ、こちらついております。ブラウンの色味ですね。コーデュロイの張り感もね、まだまだコンディションいいです。実寸サイズ、ウエスト31インチのレングスも31インチです。3131。いいサイズなんですね。9,800 円に消費税になります。続いてこちらもコーデュロイパンツ。こちら519になります。コインポケットがついてないやつですね。こちらのスコービルジップ。そしてネイビーのコーデュロイ。めちゃめちゃコンディションいいな、これ。そしてタブもしっかりついております。はい。こちら実寸サイズ、ウエストの方が36インチ、レングスが28インチになっております。3628、サイズバランスもめちゃめちゃいいと思います。12,800 円に消費税になります。続いてこちら、リーバイスのスタプレストのパンツになります。タグの方がこちらについております。はい。そして、生地感がね、ちょっとピケっぽくなってるタイプのこちらの1点です。ちょっとポケットの入り口がね、少しダメージ感が見受けられるコンディションにはなっておりますが、はい、こちらですね、タブの方なんですけれど、すいません、こちら、黒タブのビッグイが使われております。はい。実寸サイズ、こちらでウエストの方が31インチ、レングスも31インチになっております。3131のサイズ感です。こちらでお値段が 12,800 円に消費税になります。続いてこちら、ホワイトデニムですね。はい。ちょっと裏のパッチからいきますか。こちら550になります。ウエスト36インチ、レングスが30インチの表記です。赤タブがこちらについております。はい。ホワイトデニムですけども、全然ね、目立った汚れなどがなくて、コンディションいいかなと思います。はい。こちらのね、リーバイジップ使われております。実寸サイズ、こちらでウエスト35インチ、レングスが30インチです。3530。サイズバランスもね、めちゃめちゃいい。12,800 円に消費税になります。続いてこちら、ちょっとね、変わったパンツですね。リーバイスのイージーパンツになります。こちらトップボタンが、こちらスナップボタン。そしてジッパーがこちら YKK ジップですね。はい。そして裏面なんですけれども、こちらタブもしっかりついている1本です。はい。ウエストね、ゴムが入っている仕様の1本ですね。はい。実寸サイズ、こちらちょっと難しいサイズ感になってしまうんですけど、ウエスト39インチぐらいあります。レングスが32インチになっております。かなりビッグサイズですね。15,800 円に消費税になります。続いてこちら、517のストレッチ。いい色ですね。はい。こちらにパッチも残っていて、ウエスト34インチ、レングスは30インチの表記。表記サイズもいいですね。そしてタブがレジスターのみになっております。はい。裏面の雰囲気もね、すごくいいですし、表の色ね、結構いいと思います、これ。実寸サイズがこちらでウエスト34インチのレングスが29インチになっております。342。サイズバランスもめちゃめちゃいい。こちらでお値段の方が 12,800 円に消費税になります。続いてこちらなんですけども、こちらも517になります。はい。ジップの方がこちらのリーバイジップ使われてまして、裏面ですね。こちら、パッチ表記で、ウエスト36インチ、レングスは32インチの表記で、オレンジタブが付いている1本です。はい。ちょっとね、またらな感じに色が落ちている、なかなかない雰囲気の1本かなと思います。実寸サイズ、こちら、ウエスト36インチ、レングスが31インチになっております。はい。こちらで 15,800 円に消費税になります。続いてこちらですね、505になりますね。はい。ジッパーの方がこちらのリーバイジップ使われております。そして、パッチの方ですね。ウエスト32インチで、レングスも32インチの表記。そして赤タブのレジスターのみのものになっております。はい。実寸サイズ、こちらですね。ウエストが32インチ、レングスが31インチ。レングスのみ1インチ縮んだサイズ感の1本です。はい、こちらでお値段が 19,800 円に消費税になります。続いてこちらも505ですね。はい。ジッパーの方はこちらのリーバイジップになっておりまして、裏面ですね。ちょっとこちらパッチの方はもうなくなっているものなんですけども、オレンジタップ、こちらが付いております。そして、だいぶいい色にね、仕上がっている雰囲気の505。実のサイズ、こちらウエスト34インチ、レングスが28インチ、3428。めちゃめちゃサイズ感もね、すごくいい感じです。こちらで 15,800 円に消費税があります。続いてこちらですね、アメリカ製の501になります。裏面からいきますと、ウエスト35インチ、レングス32インチの表記です。そして赤タブがこちらについております。色味もね、まあまあまだ全然残ってる方の一歩だと思います。実寸サイズ、こちらウエスト34インチ、レングスが32インチになっております。3432、いいサイズなんですね。19,800 円に消費税になります。続いてもアメリカ製の501になります。はい、パッチ表記ですね。こちらウエスト34インチのレングスが32インチの表記になっております。そして赤タブが付いてる一本です。はい、こちらに関してもね、薄いひげ入ってたりとか、いい雰囲気にね、仕上がってる色味の一本です。こちら実寸サイズ、ウエスト33インチ、レングスが29インチになっております。おそらく当時ね、上げられてる一本かなとは思います。ただその分ね、かなりサイズのバランスはいいです。19,800 円に消費税になります。続いてこちらはアメリカ製の501になります。はい、裏面ですね。ウエスト36インチ、レングスがちょっとすみません、32インチの表記になっております。そして赤タブもしっかりついておりますね。はい。今日紹介したアメリカ製の501の中で一番色味は薄いですが、これもいい表情が出ている1本だと思います。実寸サイズ、こちらでウエスト34インチ、レングスが29インチです。342区。開ける方も多いサイズ感の1本です。15,800 円に消費税になります。続いてこちら、リーのデニムになります。80年代頃でしょうか。はい。そしてトップボタンの刻印にね、こちらユニオンメイドバイリーの刻印が入っております。そしてジッパーの方ですね、こちらスコービルジップ採用されております。そしてちょっとね、色味がこう、のぺっとしてるような色味にはなりますけれども、バックの方もですね、こちらパッチもしっかり残っております。はい。なかなかね、いいところ、たくさんあるっていうような一本です。タグもね、ちゃんと残っておりますし、実寸サイズ、こちらでウエストの方が36インチ、レングスが31インチです。3631。ズドンとしたシルエットでいいと思います。こちらで 15,800 円に消費税になります。続いてこちら、501の赤耳モデルになります。はい。裏面ですね。こちら、ウエストの方は29インチ、レングスは33インチの表記です。そして赤タブも付いております。そして、チェイスエッジ。そしてトップボタン裏なんですけども、この向きですね、524の刻印になっております。はい、こちらもですね、こういい表情が出てたりとか、こうペンキ飛びでしょうか、少しオイルっぽいような汚れも飛んでたりするような雰囲気の一本です。はい、実寸サイズ、こちらでウエストの方が28インチ、レングスが31インチになっております。2831。女性にぜひおすすめのサイズ感かなと思います。29,800 円に消費税になります。続いてこちらも赤耳モデルになります。501ですね。はい。そして裏面なんですけども、こちら、ウエスト29インチ、レングスは32インチの表記です。赤タブがこちらについております。そして、チェーンステッチ。そして、トップボタン裏の刻印がこと向きで524になっております。先ほどのものよりもね、色は薄いですけれど、いい雰囲気に落ちている一本かなと思います。ちょっとリペアの方が、この股付近1点と、あとは両膝のところですね。こちらの方にも入っております。この膝の上にも入ってますね。はい。で、裏面の方もこういった形になっております。はい。実寸サイズ、こちらでウエスト28インチ、レングスが29インチです。これもね、ちょっと先ほどのものよりも小柄な女性におすすめの一点です。25,800 円に消費税になります。続いても赤身モデルです。こちらも501ですね。もちろん。そして裏面なんですけども、ウエストの方が31インチ、レングス36インチの表記になっております。そして赤タブはもちろんスモール E で、こちらはチェーンステッチ。そしてトップボタン裏ですね。こちらの向きかな。555だと思います。避けたの数字。そしてこちらに関しては結構色残りのある1本ですね。はい。特にね、ダメージやリペアっていうのも入っていない、ノーダメージノーリペアってやつですね。はい。めちゃめちゃいいと思います。実寸サイズ、こちらでウエストの方が30インチ、レングスが32インチになっております。3032。細身で身長の高い男性、ぜひおすすめの一本です。こちらで 49,800 円に消費税になります。ウェブページの方で買い取り委託販売の方を行っております。直接お店の方にお持ちいただいても構いませんし、郵送でお送りいただいても構いません。何かご不明点あれば店頭にお電話いただくか、インスタグラムのダイレクトメッセージでやり取りさせていただけたらと思います。よろしくお願いします。